どうもこんにちは、スティーブチャンネルです。今回はですね、僕が去年の夏ですね、モンテネグロに行って、感じたことについて話していこうと思います。なので行ってみましょう。なんで、去年行ったモンテネグロの話をするのかというと、昨日ですね、小学校の友達と、久々に集まって一緒にご飯食べたんですけども、でその時に、モンテネグロどうだったのと言われて、自分でも思い返して、で本当に一番心に残ったのはサッカーの練習で、日本ってもうやっぱサッカーだけじゃなくて仕事とかもそうだと思うんですけど、全部どの仕事どの練習でも全力でやれと、絶対手抜くなと。で手抜かなかったら、今辛い思いしたりこういう苦しい状況を頑張ったら夢は叶うとか、でそういう教わり方をすると思うんですね。そう、学校でもそうだし、サッカーだけじゃないですね、この考えは。こういう指導者は。でもそれって嘘ですね。頑張れば 夢は叶うは嘘だと思ってます、僕は。なんでかっていうと、モンテネグロ行って、で、まあ、練習生としてサッカー、1ヶ月間夏休みしたんですけども、その時思ったのは、アップしてて、対面パスとか、ヘディングとか、基礎的な練習の時はモンテネグロ人めっちゃふざけてて、でこの日本人の僕からしたら本当イライラするぐらいふざけてて、もうサークルぐらいふざけるんですよ。で監督もふざけるんで、あ、なんだこのチームと思って、あ、こんなんで上手くなれるのかなと思ってて、でもだんだん、まあ、練習1時間半なんですけど、だんだん30分40分とか50分とかしてきて、でいつも、練習の最後に、66とか77とかのちょっとゲーム形式のトレーニングをするわけですよ。でそのトレーニングやるよってなった瞬間、ちょっと静まるんですよね。そのワイワイしてたチームの雰囲気がちょっと静まって、あれ、なんかいきなり静かになったぞと思って、あれ、なんか試合嫌なのかなって最初思ってたんですけど、でしたら違くて、目ちょっと見たんですね。目見たっていうか、目あって、モンテネグロ人の人との選手と、したらもうすごい、こんな最初もうこんなアップしてて、で試合形式なるぞって言ったら、こんなんなって、目の色変えろとか言うじゃないですか。顔が変わるんですよ、もう。だから、え？みたいな、怖っと思っちゃって、ちょっと。でしたら、あ、もうこいつら多分スイッチ入ったなって、もう試合やる前から分かってたんで、で、ワンプレー目で、体ごとスライディングで倒されましたね。めちゃめちゃ痛かったっす。っていうぐらい本当にメリハリがすごいし、やっぱなんか、あの人たちのレベルだと本能的に考えてると思う。そういうここは大事だとか、ここは手抜くところだって、でそういう考えてるから、やっぱ日本というかアジアよりもヨーロッパの方がサッカーも上だし、サッカーだけじゃなくて世界に影響を与える人がヨーロッパに多いっていうのは、必要なもの、いらないものが本当にはっきり自分の中で分かってて、でそれを実行できる行動力もあるから、やっぱヨーロッパが今、全てがって言ったらちょっと間違いかもしれないけど、もうほとんどの分野でヨーロッパ人っていうのは上にいますよね。で日本っていうのは本当にどの練習でも全力でやれと、そういう対面パスもヘディングも、ゲーム形式の練習も、で最後高校サッカーと走ったりするんですね。でそういう走りも全部全力でやれと教わるんですね。それは僕、小中って小学校中学校の先生もそうでしたし、今の高校の先生もコーチもそうです。全部全力でやるってことは何も考えなくていいんですよ。だって全部全力でやればいいんだから。どれが自分に必要で必要じゃないのかっていうのを考えなくていいんですよ。で全部全力でやれば、練習は終わってくし、時間は流れていくから、今日一日終わりました、疲れたって終わるんですね。でどれが自分に足りなくて、でこの練習は手抜くとか
そういうの、うん、が日本だと本当にダメというか、そういう手抜くとかふざけるとか、うん、勉強もそうだし、全部どの授業も寝ないで集中して取り組みなさい、そういう人が評価されますって嘘だから、本当に絶対嘘だから。それでもそれで本当に全力でやったらもうみんな成功しますからね。僕もう何も成功しないし、言える立場じゃないかもしれないですけど、成功する人っていうのは今力出す時だなとか、今ちょっと手抜く時だなっていうのを本当に勉強する時もスポーツする時も遊ぶ時も考えてるし、だからやっぱヨーロッパ強いと思いますねっていうのを僕はモンテネグロに行って、肌で感じました。まず人の集中力って2時間か1時間ぐらいしか続かないっていうのを聞いたことありますし、だそう考えると全部集中してやるとか無理ですからね。まずそれなのに、まあ、それも多分指導者、その学校の先生も多分みんな分かってるんですけど、やっぱそう先生たちもそう教わってきたし、で親も多分そう教わってきたから、おばあちゃんおじいちゃんでひいおじいちゃんひいおばあちゃんにそう教わってきたから、そう教えるしかないんですよ。じゃなくて僕はヨーロッパ行って、そういう自分が足りないものに全力尽くすし、まあ、全力で取り組むものじゃないなって思うものは本当にもう目に見えるぐらい手抜く、日本だっていいとされないですけど、やっぱ大人とか、やっぱ大人がそうしてるんで、もう全部全力でやるっていう環境もできてるし、で先生も親もそう言うし、でも本当はそうじゃなくて、正しい努力をした人が成功するっていうのを僕は思ってるので、皆さんもぜひ意識して行ってください。モンテネグロに行って自分が感じたこと、それは正しい努力をした人が成功する、成功するには考える力を養わないといけないで、考える力を養うには日頃から力を発揮すべきところ、発揮すべきではないところっていうのを常に考えて行動することで、養われると思ってます。なのでこの動画がいいねと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。チョッ。